浜田紗友香ですよろしくお願いしますえ今日は、えー、姿勢を整えて足のラインを整える三、えー、つのインヨガのポーズをご紹介したいと思います、はい、ではまずは、えー、正座で座っていきましょう、はい、でそこから両方の膝を外側へ開いたらつま先を立ててかかとの上に座ります その時に親指の付け根とかかとの二点を合わせるようにして座ってみてください。外反母趾があったり、少し足首周りが硬い方はかかとがつかないという方もいらっしゃるかもしれませんがなるべく親指の付け根とかかとの二点がつくように座っておきます。両方のかかとを後ろへしっかり引いて 指の付け根に体重が乗るようにしておきましょう。かかとを少し後ろへ引いてあげると、このすねの筋肉に少し力が入ってくる感覚があると思いますが、それを作っておきます。で、指先に乗りすぎたり、小指の方に体重が流れてしまわないように、親指、人差し指の間、指の付け根あたりに体重が乗るようにします。で、まずはそこから体を前に倒していきましょう。 その時に、座骨、お尻がかかとから離れて浮き上がってしまわないように気をつけていきます。重心はしっかり後ろです。お尻をかかとに乗せたまま、そこから倒せるところまでで結構です。ダクト・チャイルドというポーズです。その場所で、吸う息で両方のかかとを少し後ろへ引いて、背中に息を入れて、 吐く息でおへそを引き込んで、お尻をかかとの方へ下ろしていきます。吸う息で両方のかかとを後ろへ引いて、すねの筋肉を少し使っていきます。背骨と背骨の間に呼吸を入れていくように。吐く息でおへそを背骨の方へ柔らかく引き込んで、お尻をかかとに下ろして 体のバックラインですね背中側のスペースを開いていきます。そこからゆっくり体を起こしてきたら胸の前で合掌してニードルポーズです。尾骨を下げてて腰が反って 腰と背中につまりができないように手のひらは軽く触れているぐらいの力加減で、吸い気で両方のかかとを引いてすねの筋肉を使ってます背中に息を入れて吐く息でおへそを背骨の方へ柔らかく引き込んでいきます吸い気でかかとをしっかり後ろへ引いて 肩甲骨の間から背中全体に息を入れて、吐く息でおへそを引き込んでいきます。吸う息で背中に息を入れて、かかともしっかり後ろへ引いて、吐く息でおへそを引き込んでいきます。 ではそこから今度は右足を一歩前に左膝を上げていくんですがバランスが取りづらい方は下につけたままでもいいですし膝の下にブロックを入れていただいても大丈夫です。右の足の裏全体でしっかりマットをしてます。尾骨を下げて胸の前で 手を合わせて合掌します。キングフィッシャーというポーズです。骨盤の前にはスペース。右のももの付け根がぎゅーっと潰れてしまわないように尾骨を下げてスペースを保っておきましょう。体は骨盤底から頭頂部の方へリフトアップしてます。吸い気で背中に息を入れて吐く息でおへそを引き込 体はセンター、ウエストも細く保っておきます。はい。では今度は反対に足を入れ替えます。左足を一歩前。バランスが取り,取りづらい方は右足そのままでも結構ですし、ボレックをおでこやえごめんなさい膝の下ですね入れていただいても結構です。胸の前で軽く手を合わせて。 尾骨を下げて腰のつまりを取っておきます。左の腿の付け根も股関節は曲がってますが、この奥がぎゅっとね力が入ってしまわないように。吸い気で背中に息を入れて、吐く息でおへそを背骨の方へ引き込んでいきます。 吸気で背中に息を入れて、吐く息はおへそを柔らかく背骨の方へ。左の足の裏しっかりね全体でマットを押しています。はい、ではチャイルドポーズになりましょう。かかとを揃えて正座になって、そこから体を前に倒します。 インヨの正座は、素頸部、毛の付け根からペタッと倒してしまわずに、お腹の前、おへその前には少しスペースを作っておきます。そこから背骨が軽く伸びて、おでこの下にブロックを置いていただいても結構です。肘を曲げて、首、肩、腕はリラックスしておきます。吸い気で、すは軽くまっとい 肩甲骨の間から背中側へ息を入れていきます。吐く息でおへそを背骨の方へ引き込んで、お尻がかかとから離れていかないようにしていきます。重心はお尻に残したまま。呼吸をしながら背中側、バックラインのスペースを作っていきます。 ゆっくり体を起こしていきましょうはいいかがでしたでしょうかぜひチャレンジしてみてくださいありがとうございました